春日大社国宝殿での展覧会、はい、そうですね、ね、これはあの普段はこういう大きな企画展っていうのはやらないところです、うん、春日社の持ってる国宝十分の古神宝類というのがたくさんありまして、はい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 、それをまあ、保存管理してその一部を お見せするという建物なんですけども、うん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 、まあ、ここであの他からこう杉本展みたいな形でやるということは今度初めてなんですよね、うん、で、まあ、どうしてそういうことになったかというとですね、まあまあ、第一にはあの、金沢文庫でやった春日、はい、神霊の旅という展覧会が、はい、まあ、春日社のご協力を得てですね、無事に終わりましたと。でそれにちなんで、小田原文化財団の江上測候所に春日社を御霊分けしていただいて、はい、うちは柑橘山という名前なんです。柑橘山春日社というのが、正式に、春日社の分社として、こう今年から、うん、お祭りが始まったわけなんですよね、うんうん、で、宮司も来ていただきまして毎月月の例祭もやって1年間大祭をやると、うん、でたまたまそれはですね春日社の式年増大って20年に一度あの社殿をこう、はい、きれいにするんですよね。で今年はそれにあたっていまして、ですからそれも記念してですね、今度は春日神霊神様の霊の御荒れっていうお生まれになるっていう御荒れって言うんですけどね、そういう展覧会にしまして、うん、うちの春日社が、正式に、御霊けを、終了したということも記念するのと、若見社の、ご増体も記念してということで、うん、ちょっと大がかりな展覧会をすることになったんですよね。ね、うん、でまあ、財団にある、まあ、ここにあるこの春日神様アンダラは室町時代ですけども、はい、うん、こういうものも、うち、ん、にある春日関係の資料は全部出してきて、うん、あと春日社にある、古神宝類も一緒に、うん、見せていただくという展覧会になります、うんうん、すごくなんかスケール大きいっていうかね、うん、どこから聞いたらいいかと思うんですけど、うん、杉本さんと、うん、まあ、古美術の収集とかはずっとされていて、うん、杉本さんと春日のご縁っていうか、うんうん、その辺伺ってますか。それはまさにこの、春日鹿曼荼羅図を入手したのはこれは90年代の初めの頃じゃないですかね。ここから何か春日神に呼ばれるっていう現象が始まるんですよね。でこれをきっかけに春日若宮曼荼羅とかですね、春日鹿の子神体とか、うん、次々にいろいろなものが現れてきまして、うん、ですから春日関係のコレクションでは春日神社に次ぐ、まあ、奈良博もかなりありますけどね、コレクションとしてはかなりまとまったものになってきてるっていう感じなんですよね。うーん、あと、まあ、春日関連で明恵上人のこう、はい、ポートレートとか、うんうんうん、夢の祈願館とかいろいろ春日関連で明恵さんも非常に、はい、出てくるんですよね。関連してくるんですよね。新たに神社を作るっていうのは戦後あまりこう聞いたことがないような感じですが、まあ、あの宮司の笠谷さんも、うん、まあここなら、まあ、杉本ならいいだろうという、うん、決断を下していただいて、うんうん、それはだって今まであまり前例のないことですから、うん、あの春日の若見社があの御祭りというので毎年12月に、うん、仮のお宮にこう遷座するんですよね、うん、お祭りの間だけ、うんうんうん、でそれの儀式と全く同じような形で、うんうん、深夜に、春日社を囲ってですね、目に見えないようにして扉が開いて、うんうん、神霊が夜中に旅をしてくるんですよね。で基本的にはその儀式と同じような形で、前夜3月の26日だったかな、深夜に春日社の扉が開いて、うん、御霊が、移動されて、うん、で次の日車でずっと小田原まで来て、はい、それでその次の日の深夜にやはり白く満幕で囲ったところで、こう自陣という神の人というね、自陣の方たちがうおーってこういうふうにこう厳かな
響きを立てながら扉にこう神霊が入る、へー、それが深夜のろうそくのちょっとした明かりだけで、気配だけしか、うん、我々も見ちゃいけないんですよ、それは。うん、でそういう儀式が厳かに執り行われましてですね、うん、ですから戦後、まあ、初めてと言ってもいいんじゃないかな、うん、そういう古代の儀式の再現みたいなのが行われたわけですよね。うん、まあ、それに対する返礼 の、うん、まあ、あの旅みたいな形で、うん、春日神霊の見晴れ、新しく神霊がお生まれになったという展覧会をすることだったわけなんですよね。やっぱり美術作家としては展覧会でお返ししようっていう、そういう、そうですね、だからこう宗教儀式なんだか展覧会なんだかこう教会がだんだんこうぼやけてくる、ですからそのお礼といったらなんですけど、まあ、新作をまあ奉納するという形なんですかね。それで6曲一奏の屏風を新規作りまして、はい、今組み立て中なんです。撮影はもう終わってるんですけどね。それがあのこの4月に、うん、5月か、うん、社殿の本殿を真正面から撮るという、うん、それを6曲一奏の屏風です。その時に藤棚が満開を迎えてたんで、藤棚の、写真も撮って、それも屏風にすると、国宝殿ですから、はい、いろんな国宝がいっぱい所蔵されてるんです。それを自由に、出してきて、で写真を撮ると、あ、写真としてカタログ用の写真を、ですからやっぱりね、なんていうかな、カタログの写真っていうのは本当になんか私立大に載せられた幹部を撮るみたいなね、そういう写真が多いんですけども、標本っぽいっていうか、そうそう、うんうん、僕の場合には、まあ、思い出がありますから、そのもののいいところを見せたいというね、愛してる人間が撮るのと、愛がない人間が撮るのと違うんですよね、愛がないとは言わないけども、今回それが収蔵庫の中で丸2日間ぐらい撮影ができたのは、したんですね。それでカタログにもちょっと出ますし、特に伎楽面関係ですね、鎌倉時代のこの辺にありますけども、こういうものはちょっと売ってないですね、はっきり言ってね、買えない。それを手に取るようにこう扱えて、好きな角度から写真に撮れるということは、ちょっとした経験でしたね。それがじゃあ、それはカタログに載る、展示じゃなくてカタログに載る、展示も載ってますし、写真、写真にも撮ってますし、そうなんですね、だからこれからは自分で買わなくても出かけて行って名品を撮らせていただいて、お礼にその版権をご自由にお使いくださいみたいな、そういうようなそういう、老写真家の、水泳の仕事っていうんですかね、そういうようなことをやっていこうかなとも思ってるんですけどね。見ながら、いいな、欲しい欲しいと思って撮るんですかね、ね、撮影するときは。いや、欲しい欲しいと思っても買えないけど、まあ、写真に撮っちゃえば自分のものだみたいな。33元堂の時も買いたいと思ったけど買えなかったから写真撮って、はい、写真に撮って、ね、仏の海っていう作品になってると、写真に撮れば満足できるんですか、どうなんですか、ね、満足して、いや、あんなものを収蔵するの大変ですよね、管理はお任せして、で今までこう経年変化でいい味がついてきたものをね、自分が 見たいように、光を当てて、まあ、撮るっていうのは非常に嬉しいことですよ。本当に文化財としてのどっから見ても全部光が当たってるみたいなベタな写真ではちょっと美術品としてちょっとかわいそうだなと、思うところがあるんですよね。まあ
光を当てたりとか撮影で、あの杉本さんの解釈みたいなのが入ってくるのが、ね、だ国宝は全部美しいかってそんなことないわけでしていろんな名品で指定されてないものもいい、はい、いいものもあるし、あ自分なりに自分が本当にこう、うん、撮りたいと思うものっていうか欲しいと思うものってめでるものというのだけを選んで、うん、それで集中して、うん、いいある角度から撮ってみたいっていう気持ちがありますね。うん、でそういうことがじゃあ国宝展でできたんですね。ここで初めて経験値として、うん、こんな、うんうん、なんかこう充実感のある仕事ができたなっていう。それ、うんうん、にあの学芸員の、ね、方も、うん、あのものすごく喜んでくれました。普通ね撮ってもらっても、うん、こういういいところが全然こう出ないんですよっていうね、その苦情なんかも気になる、あそれはこれは出ますよとかね、うんうん、じゃあまたそのカタログも貴重ですね。 杉本作品集取り下ろしでカタログ、うん、春日の四方、うん、他に、まああのうん、金沢八景の展なんかもなか金沢文庫、ね、金沢文庫の、展覧会もなかなかだったと思うんですけれども、うん、さらにそれあれが もっとこう、うん、もっとマニアックになっていく、マニアックになってる、マニアック、でそう持ってる国宝とかもその、うんうん、春日大社の国宝とか入れたりとか、うんうん、ほとんど本当指定品じゃないものの方が少ないぐらいのものですよ。ああ、そうでしょうね。古典ですかね。ね、ああ、そうだね、平安の正倉院と言われてますからね。そういう中に杉本さんのその体型だったっていうか、うん、杉本さんのコレクションをこうね、混ぜ合わせでっていうのはなかなかこれは見ておかないとな、二度とないチャンスっていうか、うん。そんなに広い会場じゃないですか。そうですよね、あちらね。うん、ただあの若宮社の前の拝殿に、うん、会計の大判があのフリースタンディングみたいなこう画家に乗っかってこう置いてあるっていう状況になりますね。イーゼルみたいなのを作って、うんうん、それでこう、うん、あそうなんですか。あの向かいに拝殿にこう、お飾りすると、うん、それは、うん、説明はどういう海を飛んで神様やってくる、御霊が、春日社に、うん、鹿島神宮から、うんうん、金剛慶武2年に海伝いにずっと来たということを、うんうん、暗喩するようなシースケープで、うん、あとちょっとね書いたのを読んで面白かったのは、うん、金沢文庫のね、うん、やっぱり学芸員とか学者の人ってすごく慎重に慎重にものを言うから、うんうんうね、断定しないじゃないですか、杉本さんのねなんかお話とかね、書いたものっていうのはね、うん、まあ学術的にどこまで裏取れてるかっていうのは別として、裏取れてないね、あのただイマジネーションが絶対こうだったなと思うんですよ、ね、あの時はこうだったよなっていうね、きっと調べていくと、あやっぱりそうだったよなっていうのは証拠がポツポツと出てくる、ね、出てくる、その話が面白いですよ、だからイメージが膨らむっていうかね、うんうん、学芸員の話ってイメージ膨らまないですよ、まあ、もう慎重すぎてアカデミックにね、アカデミックに、まあ、あれは、それはそういう仕事だから、うん、進められても論破できるような証拠がないと空想になっちゃうわけで、うん、だから僕の場合に、まあ、小説家ではないけどある一つのイマジネーションで、ね、うんうん、イマジネーションがなんか確信に変わっていくっていうね、うん、それをまあ見てきたようなものをいいという感じですね、うん、それをあの映像化するっていうか実際に、うん、見える形にしていくというのが、まあ、うん、現代に生きている現代美術の作家として、うん、自分のする仕事ではないかなと、うん、最近特に強く思うようになってきたんですよね、うんうんうん、で、まあ、デジタル技術嫌だ嫌だって言ってたけど今になってみるとですねいやそれ古代にこう飛ぶには現代のいらないものを消せるんですよデジタルだって、ね、ですからもう本当に、うん、絵に描いた文字を写真で作れるようになったっていうことは、うん、まあ、ちょっと昔は軽蔑していたデジタル技術を逆に取り入れて
次回は不老中のものにしてやろうというような、晩年の開き直りっていうんですかね。まあ、うん、どこに流れていくのか自分でもよくわからないと、うんうん、でもいや楽しみです。その、ね、12月から3月にかけてその、うん、奈良春日大社で、うん、そういう意欲的な試み&、うんうんね、春日大社にもう一旦杉本さんのお宝も一旦帰っていって、うん、そこで改めて見ることができる機会っていうのでは、まあ、先祖帰りをしていくっていう感じですよね、うんうん。まあ、これも、まあ、ある意味コロナのおかげっていうかね、はい、こう日本にこうもう3年もいることになりました。あ外に出られなかったおかげで、うんうん、日本回帰できたなと、うん、これがなかったらやっぱり、ね、あの金沢文庫もなかったし姫路もなかったし、うんうん、春日社なんて何回もなかったわけですから、うんうんうん、やっとこう集中して日本についてそうですね、考える機会があったのは非常にいいことでしたね、うん、杉本のコロナ禍日本三部作みたいになった、ね、重要になるかも。またいろいろ今後の政策にもすごいこれが元になることもあるかもしれないですね、もうこれからまた、ね、はい、屏風の政策もどんどん進んでますし、ね、うん、いやいやいや面白かったです。うん、今日はありがとうございました。ありがとうございます。